この大会はサーフィンを通して建設業界で働く人たちの交流の機会にしようと開かれ、今回で4回目を迎えます。いすみ市三崎町の海岸には県内外から100人を超えるサーファーが参加しました。大会の担当者によりますと、建設業界では多くの職人たちがサーフィンを趣味としていて、今日は秋晴れのもと、参加者たちは日頃の練習の成果を発揮し、交流を深めながら楽しんでいました。この大会は来年も開催される予定です。